新平家物語第417回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。「旅宗の章針馬を先に立った慶喜五十余の少子はよも日も急いでるが若さのを過ぎやがて針馬と備前の境船坂山へかかった」と麓から 入り混じって100人ほどの地侍が登ってきた。おおお父上ではありませんかその中でも声太った一人の若者が馬を降りていった。倉光殿と瀬能の兼安はそれに答えるよりも先に連れ立っている倉光次郎成住を帰り見て、道々もお話申し上げておいたが、これがせがれの小太郎宗安です。やよ宗安 旅宗の父が年来お世話に預かった倉光殿はこなたのお方ぞようお礼申せよと中に立って言った途中から使いは先に走らしてあった金安の着手小太郎がここまで迎えに来たのは片時も早く父の無事を見たいがための人情であろう無理はない当然でもあると成角はうなずいたたくましげなるご子息よ して備前備中あたりの敵の様子をやがてゆるりとお告げいたしましょうず。小太郎宗安は魔女へ帰って答えながら。 先に予飛脚を保うており諏訪や兼安殿のお帰りかご無事でありしかと老頭どもがいやもう待ちかねておりまするで麓の三井氏の手にて今宵倉光殿がお疲れもいささかお慰め申さんものと酒魚などを整え他の一族どももお待ち申しておりますので。 おお、それはそれは。木曽殿の御下校と聞くからに、平家に対し他年心よからぬやから不平の者ども何度、皆時こそ来たると、今宵の邸にひそと寄り合うことになっております。と申すも、備前は先頃より院の専分によって、新宮十郎雪家殿が所領と変わりましたれば、それへの外文もはばからねばなりません。いかにも、 前は翠子の頃雪家殿が所領となったな。国府の大官はもう来ておるのか。わずか一月ほど前に先の木代と変わって新たな大官が認知についたばかりでありまする。我が大将軍の王子子なれど、雪家殿は瀬戸も原とも分からぬお人なのだ。気をつけねば何を都へ沙汰されるかもしれぬ。 心得ておりまするその辺りもよう考えての末今宵のお迎えはわざと三井氏の一族の者の,の体にいたしたわけです何とぞそこでは心置きなくおくつろぎを小太郎宗康の案いで同勢はやがて三井氏の宿の古めかしい門へ入った怒号の家と見えうちは広い。 馬ぐるみ三子役人の同勢は楽に入れるほどな広場や長屋や馬屋もあるその世は酒盛りとなった幾日かをほとんど急ぎ通してきた際でもあり土着の素朴らしい人々の艦隊ぶりに倉光成住も家来たちも心を許して大いに酔い前後不覚に寝込んだのであるが朝までの間に 倉光次郎成住をはじめ部下の基礎武者50人は一人も生き残っていなかったすべて殺害されたのだった寝首をかかれたわけである瀬能の兼安やその老党たちの初めからの冒険だったのは言うまでもないそして北陸以来の旅衆の鎖を立った瀬能の兼安はやがて備中瀬能の将の太ちにこもって平家の赤旗を翻して 金安こそは今日、生きて国元へ帰ったるぞ木曽殿に囚われたりとて志は昔に変わる金安ではない。我と思わん者は集まれ長年の平家の恩子に答え参らせて、木曽将軍の下校に向かい、いや一つなりといかけんと思う者はここへ来たれと、金剛の私輪へ触れた。数日の間に風を望んで集まる者2004人に上った。 けれどもとより正しい武装も訓練もあるわけの者どもではない。在郷の地侍や無職の戸や以前は平家のそれがしに増式勤めしていたが今は老いぼれて田舎にいるというような者たちだった。 それらの老若が柿滴たたれのひもを詰めたり、くずふの子袖を吾妻場処理にしたり、やれ不足を着込んだりして、ともかくも山刀や仮弓などを打ち物とし、瀬能の殿が帰らしゃった金安殿は生きてござったぞと寄ってきたのだった。金安には人望もあったと見える。木曽将軍の旗を見る間に、まず目の前の源氏をほふれ 小太郎宗康は先頭に立った。そしてこの2004人が押し寄せた先は、瀬能から遠くない国府の町であった。そこには、新宮十郎雪家の家臣が赴任していた。雪家の家臣たちは一戦も交えず、町の大干渉を捨てて都を指して逃げ走った。この人々が途中で義中の軍に出会い、備前の状況を訴えたので、義中は初めて異変を知った。さては。 瀬能にたばかられしよ己どうしてくれよ!」。言うまでもなく彼は激怒して、義仲がこの手で安先にしてやると自身軍の先方に立とうとした。 すると今井金平が「だから言わないことではないのです。金平は何度おいめ申したか知れません。それを倉光兄弟の言に任せて、あまりにも旅宗の賞をお手ぬるい扱いで済ましておられたゆえ、ついにこんな大事を引き起こしてしまったのです。」。そう言って。 今さら示談打踏んで朝日将軍ともある恩美が自ら瀬能の地侍や百姓を相手に物々しゅうかけ入るのも世の笑い草でしょう。金平にお任せを聞きください。あいや金平殿、しは何と言われてもその先陣を望みたい。おお、倉光殿のご舎弟三郎成氏殿がもっともだ。ご変こそ真っ先に進め。金平は二陣に続こう。 我我も我もと生きたがる者は多い結局今井四郎兼平を師匠に倉光三郎成氏が副将となって三千余が「思い知れ瀬能!」と一陣の風となって先へ急いだ瀬能勢は備前福林寺縄手に堀を掘り蒙作を巡らし「基礎来たらば」と固めていたそして一方屋島の平家へ使いをやり状況を連絡していた やがて基礎税はここへ迫った。今井兼平は敵の柵や堀を見て、こんな時期に等しいものを築いて、基礎の俺どもを防ごうとはと大いに笑った。事実、山岳育ちの彼らの目には、これまで越えてきた山陽道の山でも谷でも、その献春に応えたようなところは一箇所もない。 まして山山の高さや雑木の柵や池みたいな堀などは何の障害にも見えなかった。踏み潰せという金平の号令一家に基礎北陸の兵は白のように絡めてを破り火をかけて防災の中の敵を追い出した。その夜へかけてこの辺りから板倉川のほとりまで一体の乱軍となった。 瀬能の金康は撃たれ子息の小太郎宗康も切り尻にしたがまた倉光三郎成氏も先に果てた兄成住の後を追ってこの戦で死んだそうじてこの一戦の始末はなんとなく以後の乱魔な人心と闘争の激しさを奏で始めているかのように凄惨なものであったしかし義仲が備前に入ってからのちはほとんど戦らしい戦もなかった たまたま物見同士の小競り合いがあちこちの裏部屋田舎町であったと聞くほか、平家の兵の影も見当たらない。八島平家はサザエであろうか。蓋を閉じて出ても来ぬ。吉中はそう言って笑った。彼はその本人をマス省において、さすが最新に日夜物見を放っていた。 しかし、先には水島の私にその水軍を表したという敵の友盛も、り常の軍も、海を渡って屋島へ帰ったのか、裏にはカモメが見られるだけだった。義仲はその水島へも、また、味野や琴浦の辺りまでも、折には武将を連れて、巡視に出かけた。瀬戸の海はいつも静かである。そこの島々や対岸、四国の一端へは手も届きそうに思える。 けれどおよそどこの裏裏にも雨船、釣船のほか大きな船は一つもなかった。裏人に問えば、屋島の御所へ召されまいてと決まって答える。こりゃダメだ。こちらからは攻めてはいけぬ。船がなくては。水軍の必要を義仲は今ほど痛切に感じたことはない。自己の知識と武力の限界を知ったのである。 信濃や北陸の戦いでは考えるようもなかった問題がここでは第一義になってくる馬を乗せ盾を乗せ大平とその軍糧を乗せうるほどな船はと思うと義仲には頭だけの想像さえもつかなかった。 山岳地帯の荒野の出没なら、また知識なら、およそ神戸に落ちる彼ではないが、瀬戸内ほどな静かな海でさえも、海を前にしては呆然となすすべもない目である。まず大船を作らせねばなるまい。優れた過去感度にもおらねばだめだ。それとこの長い浜辺や岬の海際に物見や守りも置かねばなるまいし。 ここでそういう気長な策を取っていたら都の留守がどうなるか義仲の腹はそれも気が気でないのであったすると案の定うるう10月の半ば頃在京の樋口次郎金光から早馬が来てその後 十郎雪江殿の恩動き、ことごとに不信のみ多く覚え候方々院中の垂れカレとも結び合い、殿を様々に残騒ありとも漏れ聞こえ候なれ。平家の恩戦、しばし差し置かせたもうて、急ぎ駆け登らせたまえ、もし時遅れては大事に及ばんも計り知れ申さず、うんぬん、という書面だった。 こんな知らせが今日はあるか明日は来るかと心に病んでいた時でもある。吉中は今井四郎兼平、その他の武将を集め、八島攻めは来年にする。それよりは虫の知らせだが留守の都に何事か不吉が起こっているぞ。すぐ陣払いせよ。そして都へ引っ返すのだ。樋口の書状は打ち明けなかった。 感情的には平家のもの以上憎い雪家だがおじではあるし味方のうちでも重きをなす大将であるここで味方割れを漏らすのはよくあるまいそう考えたのは義仲として当然だった従って金平をはじめ武将たちは義仲の一遊を怪しみもしいろいろに疑ったがその陣払いも急げということなので異議を言っているいとまもないそれと 対人は進軍よりも難しい。混乱を見せると敵に追撃の強を与えるからだ。なんの屋島とは海を隔てているゆえそのような恐れはない。武将たちは危ぶむ金平に対してその点口を揃えて言っていた。けれど このことはどう漏れたか、早くも屋島に察知されたと見え、先行した物見の知らせによると、平家の親中納言、友盛本座身の中将重平、侍大将の越中の次郎兵衛、盛継、悪七兵衛、激を、上佐五郎兵衛、忠光などの率いる軍勢が大水軍を組んで、播磨の室山に上がり、木曽が引き道をたって一人も都へ返すまいぞ、分けても木曽次郎、吉永 中の首をこそ打ち漏らすなと、盛んな戦記のもとに陣を敷いているとのことであった。高取峠まで来てそれを聞いた義仲はにわかに道を変えて辰の字を回り、平家の矛先を交わして、辛くも月の半ば過ぎ、都へたどり着いた。前後、散々な低たらくであり、路傍で見ている庶民の間にも、木曽殿は大負けに負けて逃げ帰られたそうだ。 と陰口が立つほどだった義仲の貴象として我ながらみそぼらしいこの貴境がどんなに彼の自負心を不愉快にしていたか知れまいどやどやとこみ入るように六畳の館へ入るや否樋口次郎兼光を前にして「そっちの書状は見たが」と留守のねぎらいを言うでもなくすぐその飛脚の件を問いただした。 おじいごがこの義仲を斬したとか何事やらたくらんでおるとかそれはいったいいかなるわけだとかくあのびっ子殿のことありそうには思われるが何かしかとした証拠でもつかんでおるのかなかなかと金光は慎重であった。 我らごと消え、羽化と王をつかませるような雪家殿ではございませぬ。したが、ご気楽あって、ここ行くにちかを黙ってご老じてあれば、雪家殿の威信も、院のいぶかしげなる装いもお分かりになろうかと存じまする。ななかそれがしが水量などをお耳に入れますよりは。いや、もとより俺は短も者だ。うさんなるびっ子殿や院の気配を知りつつ、知らぬげに四日も五日も黙ってはおられん。そうだ。 各義仲が気楽したことはお仕事て存じおらぬはずはあるまいに姿も見せぬはいぶかしい。おそらく意外なあまりにただおののいておられるものでございましょうすぐ呼びにやれ茅野御所へ病を申し立てて参られぬかもしれませんともかく使いをやってみろ下級義仲が話したい義もあれば病も押してまかれと申しつかせ すぐ、宝珠寺殿の一宮、茅野御所へ六条からの使いが急いだ。その使いが帰ってきたのは思いのほか早かったが、しかし、新宮幸家殿には昨夜殿がご帰郷あるよりも先に都を立って西国へ駆け向かわれたよにござりまする。平家討伐のためと触れて兵も率いていかれたそうです。と案外な答えであった。何俺と入れ替わりに西国へ出向いたと 何かきつねにでもつままれているような吉中の顔つきである。西国なら晩秋寺を通っているはず、その晩秋寺で生き合ってもいないのだ。それも一人二人の数ならともかく、軍勢と軍勢とがみそびれるわけはない。どこまでも人をたばらかすびっこどのかと、彼はいまいましげにあらぬところをねめ据えていた。